蜃気楼の館はこの先か。砂漠しか見えないけど、この砂漠の中心には廃墟になった町があるって噂されているが、そろそろこの区域かな。この辺を回ってみるか。この天使像から力を感じる。何かヤバそうな気配を感じる。何かが来る。街が見えてきた。まさかこのモンスターが街の門番？いいじゃない、財宝の匂いがする。ずいぶん昔から廃墟って感じの雰囲気だ。アンデッドの匂いがする。蜃気楼の館はこの先にある高い建物か。歴史を感じる。よし、早く町を抜けて館に入ろう。
です。アンデッドのリーダーには見えないけど。どうしてこんなモンスターがここに？まあいいわ。倒してから考えよう。館の正門は先にあるけど、どうしてもこの隠し通路の行き先が気になる。
厄介なのが来ているみたい。でも負ける気がしないな。
お宝を見つけるんだもん。あんたはただのリッチでしょ。死神の格好をしてんじゃないよ。お宝見っけ。何あれ、とんでもないものが出た感じ。こういうのが苦手なのに。
なるほどね。主の形見を必死に守っていた使い魔たちの思いが具現化して、この館を魔の領域と化したか。でも、亡くなった人はどんな財宝でも、あの世へ持ち出すことができない。お宝はいただこう。